では、港都吉は、秋田県南秋田郡土崎港町出身の元、大相撲力士。本名は、佐藤都吉。1907年3月20日に、秋田県南秋田郡土崎港町で米屋を営む家に次男として生まれる。地元の尋常高等小学校を卒業し、近所の名場商店酒造部で勤務しながら土地相撲で活躍していた時に、 大相撲の巡業が秋田へやってきた際に、同郷の新海美雪蔵像から勧誘され、二歳上の兄からも勧められたことで出羽の海部屋へ入門した。徴兵検査では、中方兵として、すでに合格していたが、力士転校を申し出るとすぐに許可された。また、彦名は、郷里の土崎港にちなんで、土垣とした。 1928年5月場所で初土俵。最初の頃は土地相撲時代からの半身になって相撲を取る癖が抜けず、その修正のために兄弟子に幾度か制裁を加えられたこともあった。1932年1月6日に勃発した春十円事件では幕下から脱退した数少ない力士の一人となった。 1933年1月場所において、幕下格で起参してからは負け越し知らずのまま、1934年5月場所で、全勝での重量優勝を果たし、1935年1月場所で新入幕を果たした。筋肉質の体格で、足腰が非常に強く、立ち合いから常に、先手で攻める先編番下の取り口で癖者、技師と称された。 また、右を刺してから鋭い出足を活かしたよりも強く、名よろはには通算で5勝4敗と、名よはキラーぶりを発揮した。1937年1月場所では関分けに、昇進したが、この場所を2勝9敗と大きく負け越して、すぐに、平幕陥落さらに左足の負傷によって2場所連続で途中、休場することとなる。 このままでは重量陥落の危機に立たされるが、1939年1月場所では、西全島17枚目でありながら、初日から連勝を続け、羽黒山、聖寺、玉の海梅吉の、両、小結びを破って13戦全勝として、幕内最高優勝を果たした。くしくも、この場所は4日目に、 双葉山サダの連勝が、安芸の海節王によって69で止まった場所だったが、では港が幕尻から一気に小結びへ昇進した同年、5月場所では双葉山が15戦全勝で幕内最高優勝を達成したことで、では港の全勝優勝額の両脇に、双葉山の全勝優勝額がかかる皮肉な結果となった。それでも、 1936年1月場所の玉西久上門から8枚連続で全勝優勝額が掲げられたが、その中に平幕会だった出羽港が名を連ねたことは大いに価値がある。出羽港の優勝は出羽の海部屋にとっても7年ぶりの優勝であった。なお、1944年5月場所では10戦全敗を記録しており、 史上初の幕内で全勝と全敗の両方を経験した力士になるというチ記録を樹立した。全勝優勝を果たした後も三役から平幕上位で活躍し、前述通り、名寄岩に勝ち越したほか、大関時代の前、田山と対戦して2勝したが、1944年11月場所を最後に現役を引退した。 現役中に双葉山とは15回対戦しているが、0勝15敗と、すべて敗れている。引退後は年寄り、浜風を襲名し、1947年から渋谷で、氷屋を経営したほか、1949年からは、その店を、軽肉店に変えたが次第に、体力的に辛くなり、店を閉め、1958年からは、道玄坂上通で相撲料理店、 ちゃんこ浜風を経営した。1959年頃は、気流川を自分に似た力士として挙げていた。1964年5月17日に、死去、57歳遺没。相撲料理店を開店してから6年後、日本相撲協会を廃業してから1年経たずだった。 1939年1月場所で幕内最高優勝を全勝で飾り、支配を抱く各界入りを進めた兄は、1945年3月に秋田から両国に出てきたところで、東京大空襲に会いなくなったなお、本人は九時で逃れましてねと説明しているが、その真相は不明2019年5月場所、終了時点で同じ記録を持つ力士は存在しない年に、 場所成果では、笠木山勝一の霊勝17敗に次ぐ、ワースト記録。道玄坂を上がり切ったところにあった、あの人も半身にならなくてはなかなか相撲を取れないでしょう。今もね、会うと時々彼に言うんです。相手に体にピタッと、まともにくっついて、前さばきを良くし、相手に回しを取らさず細工しなけりゃ、体勢できないんだよって。ありがとうございます。